小さい時にあのお父さんの仕事関係で日本人とよく関わってでそれでなんか日本語が好きになって自分もなんか日本語で喋りたいと思って、まあ、小さい時からもう日本に留学しようって決めてたんですね。当院将来は建築家になりたいですけどいろいろチャレンジして日本で勉強して将来、まあ、インドネシアの建築にも貢献できたらなと思っています。日本に来たら、まあ、ゼロから日本語を並べばいいから言語の壁とかで、あできないなって思う人もいると思いますけどとりあえずチャレンジ しましょう、まあ、なんとか奨学金とか探してアルバイトもできるしこの学生としても自分でお金稼げる。まずやってみようって思ってください。